事件のソラちゃんカップリング一覧反応集。大正にソラマシ。公式が定めたカップリングソラマシ。ソラちゃんが元気にグイグイ行ったびに脳破壊されていくマシロンたまんねー。実派現象の界隈ではマシソラとソラマシで血みどろの戦いが繰り広げられていたとかなんとか。ソラちゃんが実派メンタル弱いことが分かってきてマシロさんが攻めっていうやつ。わかる。本編に飽きたらず映画でもチーム分けされてるのにソラマシする気満々やねん。二人はプリキュア公式オマージュがすぎる。好きやらば互いを求め合ってる。最近落ち着いたけどコミック版マシロンのさらに異様な重さよ。お互いの利点を言い合うイチャイチャキャラソン。未来コネクトがコネクトしすぎてるだけでこっちも十分空と虹でコネクトしてるんだよな。これからも末永く空増ししろ。この二人の兄弟のような関係性いいよね。すっげー健全な兄弟って感じ。最初の出会いこそお互いに偏見があったけど、時期に行動にシンパシーを感じることが多くなった関係。マシロンというものがありながらあの握手描写は男女のそれでは。とか思ってたら全然そんなことなかったでござる。わしは空つばが異性を意識しようがしまいがどちらも美味しいので一向に構わん。特にコミック版からにじみ出る射程感。空ちゃんの実定が想像よりずっとリアル路線だったのでこれからも空の弟的孤児が予想されますね。やたら空ちゃんと行動や表情がシンクロするの大好き。ここまでですでにキュア界を最多の3回を姫様抱っこする男。最初のお姫様抱っこは多少物議を醸しましたね。今ではすっかり慣れて胸にていかなくなったから。ソラちゃんが折れた時に一番憤慨してた心情描写たまらんかった。みんなそれぞれの意見の中で何のための仲間のくだり好きなんだ。大戦術はアゲヨリよりかかっているカッコ物理。アゲハさんストッパーカッコ物理に定評のあるソラちゃん。初対面もあれだったけどここのつながりはそこそこ薄めなんよな。ソラちゃんの相談相手になってメイクしたりとかもあったけど、あくまで一応姉さんとしてって感じ。最後に会心に至った時はもちろん、それまでにも脇役扱いして玉城や翼とは違ってソラに対してはずっと比較的意識してた節がある。王国軍を手玉に取った自分と単身生身でやり合っていっぱい食わされたんだからそりゃ脳も溶かされる。視聴者も脳を溶かされた。気に食わないながらも多分面白い女判定してた。敵の新怪人が出てくるたびに再登場が待たれる男。ソラちゃんから見たらバッタほどではないけど根も破損や誘拐未遂で許せない判定になりかねないところでカバトンの評価が止まってるんだよな。今プリキュア側から見ると本当にソラちゃんにお情けで生かされた存在でしかないのも再登場活躍が待たれる一因。今のところカバトンからの矢印がすごいだけだからまだカップリング成立はしてない。ミノトンさん絡みで樹立間近か。ソラちゃんが一番最初に強い矢印を向けてヒーローを目指した根源。ソラちゃんから一方的にかと思ってた当初よりだいぶこういう要素多めでこれ隊長からも矢印向いてるな。よかった。痛いけなソラちゃんをもて遊んで内心見下してるダークホシシャララ隊長はいなかったんだ。シャララ隊長強いは強いけどやっぱり想像の100倍くらい本編でか弱い囚われのヒロインしたからもはやソラちゃんの女の一人感を強く感じる。ヒロプリ本編で触手ぐせせされた者同士。シャララ防具浄化した時にお互い完全に通じ合ってましたね。あの後思いっきり看病っくすし。ほんの少しだけ燃え上がってあっという間に沈下した感。初手喧嘩越し、お互いの志を認め合う、ワンコソラかける意外と巨乳ベリちゃんの勢いよ。ソラちゃんと唯一生身でやり合った経験のある人間という強み。キュアバタフライを引っ張ったのはベリーベリーちゃんが変身者なのでは、なんて疑惑のあった女。完全にスカイランド団地妻のイメージ。スカイランド隠国団地説やめろ。ソラシド団地妻が強すぎるけどなんか第二不信感はずっとある。初見の変な髪型って印象からよくぞここまで。いや初見会以降ずっとほぼモブ落ちみたいな脚本だったけど。今後髪下ろしたシーンとかをちょっとお出しするだけでまた盛り上がるぞ。
物語最初にソラちゃんに助けられてソラちゃんを最初にプリキュアにした。物語当初のヨヨさんの口ぶりからしているちゃんが知ってか知らずかソラちゃんを偶然でなく選んだであろう予測が立つ。そしてバッタモンダーに迫られた時のソラ、名指し。あの時プリキュア全員伏せてて一番近くの翼でもなかったからやっぱ特別なんかなって。さすがにあの時は短期戦闘力的に手負いでもソラが一番頼りになるな、って出た言葉じゃないだろうからエルソラは後々期待できる。実は私の半身だったのですからあなたと私でエクシーズチェンジであるまである。そんなことになったらマシロンの置いてかれた感がやばいからやめるんだ。最終回にエル様と一緒に行こうとするソラを自分から引き剥がしてマシロンと末永くお幸せにするんだよね。ユノトンも美人派でソラちゃんと互いを認め合うライバルみたいになれそうだし、映画もある島田活用員増えるまであるな。なんかソラちゃんがテンプレなロー系主人公ばりのハーレム野郎に見えてきたな。いやソラちゃんならモテるのは自命のりだけど。わかるってばよ。ワイも周りもソラちゃんの夢女子マッシュぐらやったし。